どうもマヨネです、YouTube 1万人ありがとうございます。10万人狙ってどんどん更新していきたいと思います。では今日もご質問に答えていきたいと思います。今日は簿記絡みですね。はじめまして、私は今大学1年生で公認会計士を目指して勉強しています。そこで一つ質問があります。簿記等の勉強をしているとやはりしんどかったり面白みを感じない部分があります。公認会計士のお仕事はこれからの勉強と直結しているように思っているのですが、勉強の段階でこのように感じてしまうのは会計士に向いていないのでしょうか。少し心配しています。小山さんの意見が聞きたいですと。そうですね、もう勉強で特にね、会計士の軸である簿記の向き不向きというか自分に合ってないんじゃないかというご相談になります。で、僕の意見を聞きたいってことなので、僕ならではのね、本当に直感というか本音でお話ししていきたいと思います。では早速いきましょう。で、今日の目次としては、話したいのはですね、7点あって、まず確かに好みはありますよっていう話で、2つ目、僕自身の話ですね、どうやって受験を乗り越えたかで、3番目、試験上はですね、確かにこの簿記っていうのは軸になりますんで避けては通れないよっていうお話で、4つ目、次ね、受かった後公認会計士として多くの人はね、監査法人で就職すると思うんで、仕事上はやはりベースとして、簿記の知識は必要ですよっていう話。5番目はね、義務ではなく権利という認識を持ってみてはどうでしょうかという話で、6番目、あまりにもね、苦痛であるのであれば、向いてない、他をやるのも一つ選択肢としてはあり。で、最後ね、それでもモチベ頑張ってみたいと思うのであればですね、やはりかっこいい先人先輩を見つけるのが得策ではないのかという話でいきたいと思います。では本題に入ります。まずね、確かに簿記自体はこれね、僕いつも数学ではないよ、単数レベルでいけるよとは言ってるんですけど、確かに向き不向きはあると思いますね。好みで言うと、まあ、あると思うんでっていうのが答えだと思うんで、そんなになんだろう、ナイーブにならなくていいんじゃないかなっていうのが一つですね。で、次ね、僕の話すると、僕もね、算数がすごい苦手なんですよね。もう高校の時に数 C とかあったと思うんですけど、もうね、聞く気なかったですね。もう寝てましたね。で、実際に現に大学も、いわゆる文系ですよね。もうゴリゴリの文系で同志大学の経済学部入ってるんで、確かに向き不向きあると思うんです。で、僕も超苦手だった。で、ただ僕の話すると、とは言ってもあるわけじゃないですか。この公認会計士試験っていうとですね、財務省評論で、あと管理会計で、それをまとめて会計学っていう、もう歴史とした試験科目がもうがっつりあるわけで、で、特にね、配点比率っていうのもめちゃめちゃ高いわけで、これはね、避けては通れないってことで、僕の場合は数学は苦手です。で、まあ算数はね、まあまあ掛け算引き算割り算できますよ。もうこれ避けては通れないっていう、もうある意味諦めですね。もうやんなきゃ仕方ないということで、僕はやりきりました。で、とは言っても思い出話話すと、僕もね、簿記の中でも連結とか企業結合とか、そういった絶対出る特 A レベルのものは超得意だったんですよ。あとね、減価償却とか超当たり前の論点っていうのはもうめちゃめちゃ得意っていうか、もう得意になるようにしまくったんですよね。もうこれは慣れの問題があってですね、もうやれば意外にね、好きになるってことも勉強ってよくあるんで、それやりまくった。ただ一部ね、特殊商品売買とかあるじゃないですか。もうカップとか、ああいうのはね、もうマジで嫌いでしたね。で、担当とかは出るんで、もうしぶしぶやりましたよ。もうやりました。で、さっき言った通り、やればこなせる、できるようになるから好きになる部分もあったんですけど、とは言っても好きじゃなかったですね。で、論文はさすがに特殊商品売買とか出ないんで、そこら辺まではね、あんまりガツガツやらなかった。それよりか連結とか企業結合とかホットなね、論点をやりまくったんで、まあ、実務上だから僕も向いてなかったです。ただ、やればね、できるようになるんで、それがね、点数取れるようになったら好きになるっていう部分があると思うんで、まだね、この方ね、多分勉強始めて間もないと思うんですよね。簿記、財務会計論、管理会計論ね、もう好きになるまでとりあえずやってみてください。好きになれるかどうかも含めてね。で、点数取れれば意外に得意科目になったりしてですね、意外に好きになることはですね、これ本当に試験勉強上あると思うんですよね。なので、そこまで、まず突破、限界突破してみてください。で、次ね、やっとね、これね、また2年後、公認会計士試験合格して、監査法人、まずお勤めになると思うんですよね。となると、やはりですね、仕事のベースとしてはですね、まあやっぱ会計、仕分けをするかしないかとかですね、記帳するかしないかではなくて、それを元にできた前提で当然財務諸表をいただいてですね、それを勘定科目ごとに監査していくっていうのが我々のね、スタッフの仕事になると思いますんで、やっぱりその原資商標を見て、それが仕分けに起こされて、その取引が正しいのかどうか、それすなわち簿記の知識がいるんですね。その仕分けで合ってるのかとか、その会計処理で合ってるのかとか、それは原則と例外適用、任意適用ですね、っていうのをどういうふうに判断してるのかとか含めて、やっぱゴリゴリ監査していくことになると思うんで、やっぱり仕事のベースとしては当たり前のようにできてなきゃいけないんで、となるとですね、やっぱり簿記っていうのは避けて通れない、試験でも当然避けて通れないですし、監査法人監査するってなっても、やっぱりね、それは必要最低限のスキルとしていりますので、試験っていうのはそれを含めて勉強してるんだって意味では避けては通れないと思います。仕事と直結しています。はい。あとはですね、まあ、そうやってね、公認会計試験は頑張って取れて受かれて、で、監査法人実際働いてみるとですね、やっぱりそういう会計の知識とかいるってことで、それが苦痛なのであればですね、僕はいつも言ってるんですけど、税理士もしっかり、公認会計士もしっかり、その監査をするとかですね、税金の申告書作んなきゃいけないって皆さんなってるんですけど、これは資格を取れたらその仕事をしなきゃいけないって義務だと思ってると思う。
思うんですけど、僕はそれはやめてくれと。何を言ってるかっていうと、義務ではなくてそういう仕事が独占でできるよっていう、あくまで権利だというふうにこれマインドチェンジしてもらってですね、僕もそうなんですよ。なのでやんなきゃいけないんじゃなくて、それはあくまでスキルとして取得はしたんだけど、それを活かすも別のことでねやるのも自由なので、別に公認会計試験にもね受かって、それをね簿記じゃあ使わなきゃいけないから監査しなきゃいけないからっていう意味でナイーブになるんじゃなくてですね、それはあくまで権利っていう意味で、まあ僕みたいにね、公認会計士として監査法人バリバリ働いてるんじゃなくて、自分で株式会社立ち上げてもいいですし、税理士法人として税務の方行ってもいいですし、あくまでね、それは権利。でもそれは勉強したスキル、まあある意味資格ですよね。資格という権利があるから、それは使ってもいいし、使わなくてもいいですよっていう、ちょっとね、そこら辺柔軟に考えてもらえればですね、勉強今も辛いですよ。まあ辛くて、で、働いても辛いと思わずに、今勉強は辛いのはしょうがないですよ。資格っていうのは公認されるんで。ただ、卒業してからは、それをスキルとして使ってもいいし、使わなくてもいいし、僕は一番理想だなと思っているのが、それを元にですね、発展系の仕事をできれば、会計とかも凌駕した新しい仕事にできるようになれば、これはまた理想だと思ってますんで、そこぐらいね、まあ、ちょっと長期的なビジョンでやってもらえたら、もうちょっと気は楽になるんじゃないのかなっていうアドバイスですね。義務じゃないよ、権利だよと。で、権利を使った上で他のことしてもいいし、もっと言うと発展系ですよね。あくまでオプションを取りに行けるための今勉強なんだと思ってもらったら、もうちょっとね、前向きにできるんじゃないかなと思います。ここまで話した上でなんですけど、やっぱりとは言っても、いりますよ。会計試験受かって監査法人働いてもいるし、税務として独立するとしてもですね、やっぱりその会計簿記っていうのは根底にありますんで、まあ、それがあまりにも苦痛、僕みたいに発展系をやればいいじゃんとか、それはあくまで権利だよって言われたとしても、やっぱ苦痛で、今のね試験勉強の筆が止まる、もうどうしても前向きになれないというのであれば、もう僕これ本音なんですけど、別にピボットってよく言うんですけど、進路変更しても僕いいと思うんですよね。何かっていうと、言って大学生って、まあ、たかだか20歳とかじゃないですか。で、もう人生って今120年時代って言われてるんで、もう昔、もう人生がね、50年とか60年って言われた時代からすると、今って多分昔で中学生とかだと思うんですよ、大学生の年齢って。今の時点で、例えば大学生で簿記の勉強始めちゃって、会計士の勉強足突っ込んじゃったからって、それをね、もう一生なりわいにすべきか、もう今から進路変更すると遅いかどうかっていうと、僕、むしろ早い。今からむしろ会計士勉強しようとしたこと自体がすごいことですよって僕本当に褒めたくてですね。って考えれば、まあ中学校とか思い出してもらったらいいですよ。幼稚園とか思い出してもらったらいいんですけど、夢って簡単に変わるじゃないですか。もうヒーローものになりたいと思ってたのが、いきなりサッカー選手になりたいと思ったり、美容師になりたいと思ったりとか、いやいや経営者だと思ったりとかですね。なんかそんな感じで僕どんどん変わっていいと本当にいい意味で思ってるんですよ。諦めるとか、努力が足んないとか、根性が足んないとか、そういう精神論じゃなくて、夢が変わるって僕全然いいことだと思ってるんで、変にね、もう自分には会計しかないとか、そんな思わずにですね、ここまでやって好きでもないんだったら僕やめてもいいんじゃないかなと思います。ただ勘違いしないでほしいのは、勉強自体には向き不向き絶対ないと思ってます。やり続ければ点数取れるようになります。点数取れるようになったら好きになったりする。こういうようにですね、先天的にはダメだったとしても、後天的に努力で不得意が得意に変わったりですね、向き不向きってこれ本当に変わるっていう意味で、勉強自体に向き不向きないと思ってます。特にね、仕事も向き不向きないと思うんですけど、とは言っても最初ね、もう苦痛で苦痛で仕方ないと思うのであれば、まあ、今のうちにね、自分で、ね、好きな仕事とか、どういったね職業に就きたいとか、どういったスキル、手に職を自分で持ちたいのかとか、まあ、もっと言うと生き方ですね。どういう生き方が自分に合っているのか、サラリーマンなのか、起業家なのか、もっと言うと個人事業主なのか、まあ、そういうのも含めてですね、もう一回ね、ゆっくり考えてみてもいいんじゃないかなと。それをね、自分探しを10年、100年やっちゃうとね、人生終わっちゃうんですけど、言ってもね、1ヶ月とか1週間とか、そういう感じで、期限決めてね、自分なりにもう一回リセット、リフレッシュして、もう一回頑張るのは僕、全然あれだと思います。はい。最後の目次ですね、話すと、そうなった上で、たとえ会計士を頑張るとしても、それか他にね、進路変更するとしても、僕はこれやったらおすすめだよっていうお話をします。それはですね、やっぱモチベーション、勉強する、Y の部分ですね、なぜ僕が続けるのかっていう時に、やっぱりですね、僕はあったらいいなと思うのは、先人ですね、尊敬できたり、私もこういう人生を歩みたいとか、こういう人生観ってすごい好きだなとか、こういうライフスタイルを送りたいって何でもいいんですけど、とにかく自分が憧れられるような先輩ですよね、先人っていうのをぜひ見つけてみてはどうかなと思います。例えばね、会計士で活躍してる人、それは監査法人でもいいですし、起業家でもいいですし、とにかく自分がね目指した延長線上に何かね憧れられるような、その人に追いつきたいとか話してみたいとか思えるような人を探してみることをお勧めします。で、次ピボットした場合ですね、例えば今からでも調理師になるとかでもいいですよ、美容師になるでもいいんですけど、その先にこういう風な人生を歩みたいなとか、この人かっこいいなと思える人をぜひ探してみてください。で、そういう人がね、今の時代だと YouTube だったりテレビとか露出してる場合があると思いますので、そういう風にね日々感じられるような人が身近にいるとですね、たとえ会えなくてもですね、自分がね日々勉強しててつまずいた時とか苦しかった時にね、そういう風に原点回帰できる場合になると思いますので、そういったちょっと憧れられる人っていうのを見つけてみてはどうかなと。で、僕の例で言うと、昔はねサッカー選手になりたかったんですけど、サッカー選手だったり、例えば俳優さん、女優さんだったり、エンタメ系ですよね、芸能人だったり、そういうのはやっぱりね昔ってだから見れたんですよね。テレビだったらスポーツ中継みたいな見れます。エンタメ系だったらテレビつければそういう人出てます。それを見れるから、すぐ憧れやすいとか、そういう人になりたいとかですね、まあ、警察官だったり看護師さんとかドクターとかっていうの特集されたりよくするじゃないですか。だからよくね、なりたい、
ない仕事ランキングに入ったりすると思うんですよ。今だったら YouTube ね、 YouTuber 小学生で人気みたいなんですけど、そういう風に今って触れられる機会ってどんどん多くなってると思うんですね。いろんな職業がスポットライト浴びるようになってると思いますんで、そんな感じでぜひいろんなねスポットライトの浴び方あると思うんですけど、ぜひこのような人になりたいなとか思えるような著名人だったり、身近な先輩でもいいですよ、両親でもいいですよ、とにかくモチベーションになるような人をぜひ見つけてみたらですね、それは別に会計士じゃなくてもいいですし、一般のなんかね他の授業でもいいんで、とにかくそういう風になればですね、それを突き詰めた場合に今簿記っていう勉強が必要なわけじゃないですか。僕からしたら些細なことなので、それがね些細なことだと、それを乗り越えたいと思えるような、ぜひね仕事転職に出会ってもらいたい、それをねやってる人たちに出会ってもらえることを切に願います。とこんな感じで、今日はですね、会計士受験の勉強している中で簿記大変ですと、で働いたら働いたで簿記って結構いるんですかっていう質問に答えました。僕のね回答としては、確かに好みはあるよっていう話と、僕の話、僕も確かに苦手だった、でも好きになれたように勉強した、で、確かに試験勉強上はですね、やっぱ公認会計士って簿記、圧倒的な比率占めますんで、それは避けて通れないよ、であと仕事ね、公認会計士資格取った後、一般的には監査法人とか税理士法人立ち上げる人も、やっぱ会計簿記の知識っていうのは、根底にいりますよ、でそのいった中でね、しんどいのであれば、それを義務と思うんじゃなくて、僕はあくまで権利だっていつも捉えてくださいって言ってますね。それはオプションの一つなんで、使ってもいいし使わなくてもいい、使った上でさらに発展系も使ってもいいよという感じで、もうちょっと柔軟に捉えたら、もうちょっと今ね勉強が気持ちよくなれるんじゃないですか。最後2つ目、あまりねそれでも苦痛なんだったら、僕はねもう切り替えていいと思います。そんなね人生楽しく生きたいじゃないですか。で自由なんで、ピボットもありだと思います。でその上でね、最後にピボットするにしても、このまま会計士試験続けるにしてもですね、やっぱりそのモチベーションになるようなキラキラした人ですよね、自分なりの憧れでいいですよっていう人をぜひ探してみてくださいっていうのが最後の提案になります。はい、という感じで、今日もご質問にお答えしていきました。はい、で最後に、ね、お知らせをします。でこのチャンネルではですね、僕の受験期の話だったり、そういう幼少期からね自分なりにサッカーだったり受験勉強をしたりしてですね、自分の限界突破してきたお話をしてます。その辺の、ノウハウだったり、自己成長社会貢献の部分を、お話したりですね、あとは、社会に出てからですね、世界ビッグ4の監査法人トーマスで働いて、それも4年超やり過ごしてですね、で最後ね、今起業して6年目になるんですけど、今ね自分の会計事務所だったり会部式会社を立ち上げて、ここまでやってこれてます。で YouTube もねやっと1万人いって、年内に10万人目指して今から日々奮闘しているところです。もうこんな感じで、僕は僕で自分の成長過程をねこうやって動画で配信してるつもりですし、皆さんからするとね、大学生の方とか受験控えてる方からしたら勉強になるような内容を配信したり、で企業を目指してる方からすると、僕もね今6年目やってますんで、まあ、そういったねためになるような話、とにかくまあ実績ベース、机上の空論じゃなくて本当にためになるような話を僕は日々、配信するつもりでいます。ということでね、まだチャンネル登録お済みでない方がいればですね、ぜひポチッと押してもらえたら、ますます僕もやる気が出ます。で小山面白いなとか、もっといろんな人に知ってもらいたいなと思っていただけたら、SNS とか Twitter 等々でシェアしてもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。